ちょっと今日はちょっと僕がストレス溜まってるからと。まあ食べこそですね。なるほど。発散するためだけに読みましたね。まあ逆にな、はい、そういうことで読んだ。そうです、ね、ありがとう。しょうもないのに付き合わされとんな。いや、怒ってんのそれ。ここにあのこうやって紙入ってて、これに書いてるやつにみんなちょっと受け入れてほしい。彼なりのやっぱり発散を、ね、俺ら何も言われへん。あ、簡単やね。発散して帰りましょうか。じゃあ今日は受け入れなあかんってことね。そう、言ったらじゃあ、ゆっきーから行こうかな。行く、うん、いいっす、見してな。見せてねーしょ。じゃあ引いて、まずそれ使い捨てシップ。何？使い捨てのシップ。使い捨てのシップ。使い捨てのシップ。うわ、まあ、なんか K とかいっぱいする。なんでお前死骸色なんつうの。お前マジでお前なんか使った覚えないんや。使った後みたいになりやがって。お前痛いとこいつ直してくれんねん。お前マジで毛ついてるし誰向けやこれ。ほんまチョリゾウさんみたいな髪の毛の中しやがって。あ、これ捨てれんねん。お前なんかもういらんねんマジで。うわぁ、はぁ、なんで効果の問題。え、効果のうまい。うわもう切れなあかんわそれ。だいぶ怒らなあかんねん。これ一回ちょっとでいいかもう。あーおいこらこっち見ろよ。おい見ろって言ってんだよ。見ろ言うてんねんお前。でお前なんなんだよ本当に。ほらコメント表示してるよ。おいなんなんだよ。じゃあいくで。俺もまあみんな言うてなかったけどめちゃくちゃストレス溜まってるから。なるほどね。めくり方見といてな。